おはようございます。即開塾の久保です。えー、億万長者合宿動画をご覧の皆様、そして吉谷さんおはようございます。今日はね、ナイト2000の中からお送りしようと思います。あのー、なんでね、この車の中からわざわざ撮ってるかと言いますと、まあ理由は二つあって、一つは吉谷さんも車の中から結構撮ってるんで、たまには真似したいなってところと、もう一つは、あのー、憧れとか好奇心ってキーワード出てましたよね。うん。で、私は、今回憧れってものをね、え一、ー、つ、 テーマとしてお送りしたいんですけども幼い頃に7日間戦争宮沢り恵ちゃんのねあの映画をはじめ私たちは隠れ家とかに憧れてましたよね自分だけの世界とかシークレットベースとかね自分だけの世界こういったものを追い求めていつか大人になったらいつか大人になったらと思ってねいつか大人になったらと思って大人に憧れてきたと思うんですけどもなんとですね大人になってみたらこんな大人になったらダメだぞみたいな大人になってませんか まあ憧れを諦めてみたりとかね夢を現実に置き換えてしまったりとかね非常に残念だと思うんですよその中の一つが私はあのやっぱりスポーツカー乗ってみたいなアメ車乗ってみたいなとか映画の中で出てきたような人生を送りたいなっていうふうに思ってたわけなんですよだから私はね今この4750歳前になってコスプレが大好きなんですよ一つのコスプレとして本格的に <laughs> このナイト2000をね買うっていうのは一つのコスプレですよこれは 見てくださいこれこんな車をね遊びでパパッと買えるようなのは当然お金の問題もありますし維持する環境とか駐車場のスペースとか理解していただく家族の問題とかあるんですよでも自分の憧れれが本物だったらやれるはずなんでもその憧れとか好奇心とか自分だけの世界ってものをいつの間にかね 諦めてしまうのが大人になるってことだっていうふうに、私たちは、うん、なんか負けてしまってるっていうかね、諦めてしまってるんではないかなと思うんですよ。もちろんね、無計画に無鉄砲にやれってわけではありませんし、私でもね、この車を維持するために積み上げてきたものっていうのは、それは果てしなくあったと思いますよ。うん、例えば私は家族の車ってのを優先した。家ってのを一個建てで一括で買ってローンがない状態にした。その上で、あの、まあ、こういった、 環境を取ってるわけけなんですけども中にはねいつまでそれが続くのかかわらないいいいよよっていう方もいるんでですよ、ね、いつまでその暮らしが続くのかなとか言いますけどもいいんですよ。いつまで続くかなんて何をやってもそれはね同じなんですよ。あの私もこのねナイト2000いつ手放すことになるかわからないっていうふうなそういうふうな思いはあります。だからそうならないように、えー、しっかりとね 資金のことも考えていかないといけないしいざとなったら車を手放す覚悟っていうのをするために今日一日今日一瞬っていうのを大切にしようと思って1回でも多く洗車ができるように1キロでも多く乗れるように少しでも長くこの車と付き合えるように多くの方のねご協力とご理解をこれからも進めていこうかなと思ってるわけなんですよねで私がね嫌われてたりとか私が何か問題を起こしていたら自分の好きなものなんて手に入らないわけですよねそれを許してくれるわけないんですよ だから、あの、厳しい,言い方すると、自分の思い通りになってないってことは、自分が周りの人に対して思い通りにさせてあげてないっていうことのあられでもないかなと思うんですよね。えー、まあまあ、あの、好奇心を失わずに行きましょうってことと、あの、子供の頃の憧れを実現するのは大人になった自分しかいないってことなんですよね。だから誰かに耐えるもんでもないですし、なりゆきとか運に任せるもんでもなくって、自分自身で手に入れていくもの、それしかないと私は思うんですよね。 ええ、そうですね。まあ、そうは言っても、えー、現実と折り合いをつけていかないといけない部分がありますからね。う、え、ん、ー。だから、少しでも多く自分の憧れを手に入れるため、実現するために、この億万長者合宿っていう動画のリレーがあると思います。この動画のリレーすら実現できない方、この動画のリレーすら活用できない方に、他にね、どんなもっと難しいことの実現できるんだってことになれちゃいますからねん。で、未だにこの、ね、YouTube を始めてない方、 始めた方がいいですよ。始めないと何も始まんないですよ。<laughs> はい。あ、ちなみにですね、今日最後のお知らせになりますけども、私のナイト2000、えー、っとね、昨日発売の、あの、車の専門誌に乗ってるみたいなんで、<laughs> あのー、ちょっと私もこれからね、買いに行こうかと思います。MJ っていうなんか本らしいですよ。ちょっとまたね、買ってきたら、この動画の中で紹介します。よろしくお願いします。それでは、行ってらっしゃい。